が経つのも早いもので、とうとう最後の曲となってしまいました。最後にお送りする曲は祭り焼き節ブラスロックです。この曲は日本の三大音頭の一つで、大正3、4年頃に作られた曲です。今回は吹奏楽で現代風にかっこよくアレンジした祭り焼き節ブラスロックをお楽しみください。本日は最後までお聴きくださりありがとうございました。引き続きコンサートの森をお楽しみください。それではどうぞ。吹奏楽部の皆さんでした。盛大な拍手でお送りください。